お帰りなさい、シン。義経か。天の聖杯の目覚め、誤算でしたか？それとも、まあ僕の脚本には最初から書かれていましたけど。終わってからなら何度でも言えるよね。っていうか義経、あんた小物っぽい。うるさいよカムイ。あら怖い。他の二人はどうした？サタヒコはスペルビアの工場を視察に。我が愛しの妹はいつもの狩りですよ。きっとまたたくさんのドライバーが餌食にされているに違いない。例の千本狩りか。コアの数を集めればいいってもんでもなかろうに。聖杯の現在位置はわかるか？誰に聞いてるんです？わかるに決まってるじゃないですか。カムイ、ヘイヘイ。現在グーラ領を町から離れるように移動してますね。町を離れてだと？そっちには何もないだろう。そのまま外に出るのかもしれない。ああ、それとなんだ？例の定期便出航したようですよ。アーケディアでのコアクリスタルの洗礼か。律儀な奴らだ。先にやるか。その件は俺が対処しよう。お前たちは聖杯を追え。了解です。天の聖杯、一度この目で見ておきたいと思っていましたし。ところでニアはどうします？所在が知れたのか？ええ、ほらこの交点、波長から見て白虎のものじゃないかと。どうやら天の聖杯と一緒に行動しているみたいですね。聖杯と、お前の好きにしろ。なるほど。ではお言葉に甘えて。モノケロス、このまま使わせてもらうぜ。ああ構わん。シン、あまり無理をするなよ。それなんだも？雲海羅針盤、サルベージャー筆記、雲海の地図みたいなもんだよ。ここをこうしてこうやって。今日何年の何日だっけ？新暦4058年の9月5日です。サンキュー。年月日を入れるとね。これは便利だもん。世界中にはここグーラからが一番近いようじゃの。問題は船だな。町からの船は全て軍が管理してますから。まあ無理だよね。同感です。わしには乗れんぞ。わかってるよ。しかし困ったな。船に乗れればいいのかも。トラ、いいとこ知ってるもん。ほんと？グーラのお尻のところで船作ってる人がいるもん。先祖おじいちゃんの知り合いだったウモンっておっちゃんも。事情を話したら貸してくれるかも。よし、ダメ元だ。そこに行ってみよう。
誰だも人が仕事中だってのに騒がしいやつも。ってなんだ、トラじゃないかも。久しぶりも、おっちゃん。ああ、久しぶりも、一年ぶりくらいも。うん、ちょうどそのくらいも。一年見ないうちにずいぶん大きくなったも。いわゆる成長期ってやつだも。お供もたくさん連れて。おっちゃん、レックスの兄貴たちはお供じゃなくてお友達も。兄貴、この人がウモンのおっちゃん。先祖おじいちゃんの昔の研究仲間で船を作るのが得意な人なんだもん。こんにちは。こんにちは。お世話になります。そうか、トーラのお友達かも。お友達が増えるのはいいことも。トラ、立派になったも。ところで、今日は何の用でここに来たも？実は、ウモのおっちゃんに船を貸してもらいたくて来たも。船？船だったらトリゴの港にたくさんあるも。なんでわざわざこんなとこまで来たも？それは…もしかして金がないも？そう、実はトラ、人工ブレードの花を作るのに全財産使っちゃってすっからかんなんだもん。気分転換にちょっと船旅したいなーなんて思ったんだけども、船代が…よくまああんだけ次から次へと適当な嘘が出てくるもんだね。仕方ないだろう。トリゴから逃げてきたなんて言えるわけないじゃないか。まあそうだけどさ、トラなりに考えてくれてるんだよ。人工ブレイドって先祖さんたちが研究してた？花ですも。よろしくお願いしますですも。おお、これがその、いやーすごい、もさすが先祖さんの孫も。よし、わかったも。そういうことだったらいつでも船を、と言いたいところだけど今は無理も。なんでも？実はこの船まだ作ってる途中なんだも。あとちょーっとで完成なんだけど、材料が足りなくて作業が止まってるもん。理由はそれだけ？そうも、山より高く雲海より深い深刻な理由だもん。つまり材料があれば船を完成させられるってことだよね。まあそういうことも。じゃあ俺たちでその材料を集めてきたら？もちろん、急いで船を作って貸してやるもん。やったー、急いで行こう。トラ、みんな。わかったもん、みんなで材料集めに行くもん。一日の始まりだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。すげえ、世界、何が出るかなっと。本当に綺麗。
ありがとう、ウモンさん。おお、船旅楽しんでこいも。世界中、こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだろうな。ねえホームラン、ホームランに、ん？逃げて、レックス！ここにいちゃダメ！逃げろって、どうしたんだよ、いきなり！ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。桃？見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん？今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか見間違いじゃないのかい。見間違いじゃないですもん。ふわふわーっと動いてましたもん。ふわふわーっとか、人玉だったりして。
よしなよそういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって、あれ、ホムラは？ホムラがいない。え？さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？うわあ！何やってんだよ！やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや、別に。くそー！おお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。到着！やりましたね。こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは、今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方に辿っていけば、ここから出られるかもしれないですね。待ちな！この辺りじゃ見かけん顔だな。さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。ん？そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしても、まさかお前のような小賊子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを。誰が渡すもんか。威勢だけはいいな小僧。ユウゾウ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。任せてくれっす、おやさん。可愛がってやるぜよ、お嬢ちゃん。
ドラッシュ。
もう逃げ場はないぞ。くらえ。え、終わりだ小僧。小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと何が。俺の名はバンダン。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵、ついてこい。天の聖杯の力楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。何なんだあのおっさん。うふう、世界にはいろんな場所が。なるほどな。楽園に行くために世界中に近づいたら飲み込まれたってか。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に。ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。そうだったんだ。着いたぜ。ここが俺たちの村、ブレースベルグだ。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間っすけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば、服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね、嫌いじゃないでそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。お水汲んできますね。バンダムさんは？すまんな、俺はビールを頼む。はい、わかりました。なんだ、ここの飯は口に合わんか。バンダムさんも戦争してんの？傭兵が気に入らないか。俺たちスカウトされるの？子供をスカウトするほど不自由してねえよ。安心しろ。そう、ならいいだ。レックス、お前サルベージャーだろ。うん。サルベージャーが引き上げるものの中には軍事物資も多い。それはどう考える？俺はそういうものは扱わないよ。同じことさ。自流コンパスもエーテルコンロの調整バルブも軍や兵士の助けになっている。お前が食ってるそのパンのルスカコだってスペルビア政府から調達したものだ。この世界は戦で満ちている。その中にあって誰かと関係を持って生きる以上、
それは戦に加担してるってことさ。違うか？それは生きるってのはな、この上なく残酷なんだよ。その残酷さから大切な連中を守るために俺は傭兵団を作った。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。その中でお前は何ができる？どう生きる？逃げることはたやすい。あの子を放棄すれば済むことだ。行くぞ、支度しろ。行くってどこへ？いいからついてこい。大噴気孔付近に異常な力の反応があるって調査を依頼されていたんだが、どうだ、手伝ってみる気はないか？いや、ただし手間賃はきっちりもらうからね。言うじゃねえか。うん、じゃ行くぞ。初めて見るのか？これがエーテル正気だ。エーテル正気？アルスの体から漏れ出る毒素、いわゆる老廃物だ。俺たちも汗をかくだろう。似たようなもんさ。こんなのがあっちゃ先に進めないよ。他に道もなさそうだし。まあ見てな。スザク、やるぜ。正気が消えた。ざっとこんなもんだ。さあ進むぞ。お宝回収。見つけた。おめでとうございます。おあつらい向きだな。レックス、アンカーを使うのは得意か？まあ、そこそこには。ちょっと貸してみろ。
しいろ。すごい、ボンカーで輪を作れるなんて。伸びきったところでワイヤーをたおませるのがコツ。実戦でやってみせろ。一度見ただけで物にするとはな。やるじゃないか。いいかお前ら、ドライバーのアーツってのはな、何もブレードの力に頼ったアーツが全てじゃない。自分の力を使ったアーツ、相手の力を利用したアーツ、いろんなアーツがある。そのアーツを駆使してブレードを守るのもドライバーの役目だ。ブレードを守る？そうだ。ブレードに頼りきるな。流れてくる力を常に意識しろ。無駄遣いせず、確実にアーツを決め守れ。それができて初めて一人前のドライバーになれる。一人前か。なんだか遠そうだな。そうでもないさ。さっきの技だって得得するのに俺は5年かかってる。5年も？ええ。だがお前は一度見ただけで物にしちまった。レックスをサポートするニアやトラの動きもなかなかどうして大したもんだ。お前ら見どころあるぜ。なんだかこそばゆいね。おっちゃん顔怖いけど結構いいやつなのかも。今頃気づいたか。そんな風に言われると私困ってしまいます。ここはキャンプ。やはりな。アルス、確認された異常な力の反応ってこれのことだったのか。ああ、見ての通りだ。老衰というわけではなさそうじゃの。事故に巻き込まれたか、あるいは何者かによって倒されたか。スの死に煽られて迷い出てきやがったか。よし、やってやる。気を抜かずに行くよ。崩れろ。大丈夫か。エリア、はっ、どで、はっ、転がれ。守る今、逃げるない。リンジ合わせてくる。うん、ああ俺も同じ気持ち。守る。ブランドエリア。
ストライク、ブラストランゲンジ、ハンマー、ブルータルランチ、ダイブスモーター、俺がクールな風を当ててやるぞ。今です、回復しましょう。ブレイドがコアクリスタルに。モンスターがブレイドと同調していたんですね。トラは同調できなかったのに、モンスターのくせにずるいもん。でも今はハナがいるですもん。ハナ、これがドライバーを失ったブレイドの姿さ。もう元には戻らない。いや、しばらく経てばコアの光も元に戻る。そうすればまた同調できるようになる。ただし。ただし？そん時には以前の記憶はない。まっさらな新しいブレードとして誕生することになるんだ。そうなんだ。なんだか悲しいね。以前のことを覚えていないなんて。覚えているからこそ辛いこと、苦しいことってあると思います。コアが存在する限りブレイドの寿命は永遠。その永遠の時間を記憶のせいで苦しみ続けるとしたら。ホムロ、ごめんなさい。忘れることができるのも幸せなんじゃないかって思ったんです。さあ、本来の目的を達成しまおう。それはコアクリスタルだもん。え、ブレードのコアはアルスから生み出される。こいつはまだ何者とも同調していない、正真正銘生まれたてのコアだ。このコアは今後あまたのドライバーと出会い、その死を経験し、そしてまた記憶を新たにして別のドライバーと同調していくんだ。アルスの死、ドライバーの死、数え切れないほどの死の上にブレードはある。意志ある再生が歴史を作っているんだ。長い長い人以上の歴史をな。人以上。
ホムラは出会った時からあの姿だった。ホムラのドライバーはまだどこかで生きているんだろうか。それとも